皆さん、こんにちは、こんばんは、トレインフォレストです。今日は近鉄の新型車両、8AK の奈良選手運転を撮影しに行きたいと思います。今日もよろしくお願いします。1本目は大和西大寺駅で撮影したいと思っています。6番から面立てする予定なので早く行きます。ちなみに、西大寺の6番のキャパはかなり狭いです。6番線に来ました。3文字が表示されていますね。入線してきました。ここで撮るのは出場回数以来です。ここで撮れたので、次の所場まで移動します。快速急行に乗車して鶴橋駅まで行きます。入線してきました。立ち位置的に紐になりますが、気にしないことにします。こんな感じになりました。記録程度にってことでいいでしょう。鶴橋駅で撮れたので移動していきます。どこも混雑していたので大和西大寺駅で撮影することにします。8AK が近づいてきました。用事があるので、これが最後のカットになります。
感じに撮影できました。これからこれが日常になるんですね。8000系、系列ではもうすぐで廃車になる車両もいるみたいなので、記録していきたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。次のゆっくり実況もお楽しみに。